今日の唐島投手のピッチング、6回の大ピンチを無失点で切り抜けたのは非常に大きかったと思うんですが、今日の投球振り返っていかがでしょうか。まあそこだね、うん、あそこ点取った後だからね、あそこ、まあ、1点は覚悟してたんだけどもね、うん、よく何投げるかなと思って見たら真っすぐで空振りしてたよね、うん、そしてその唐島投手を強力に援護した先制点が、うん、増田選手のホームラン、プロ入り初ホームランということですけれども、うん、いかがでしょうか。まあ、今本人もインタビューで言ってたけども、足ばっかり引っ張ってたからと、あの甲子園のあれが目に浮かぶけどね、まあ、あそこでよく、うん、中田からだからね、大したもんだ、うん、まあ、さらに7回には島選手のバントから内村選手のスクイズ、うん、まあ、効果的な3点目だったと思うんですが、7回振り返ってみていかがでしょうか、うん、まあ、敵としてあれをやられるとね、相当ボディブローに効きますわね、うん、そして最後になりますが、これで3連勝、うん、そしてホームでの交流戦初戦がセ・リーグの首位中日を破ってのものということで、これは価値のある勝利なんじゃないかと思います。いや、まあそんなことはあんまり考えないね、うん、まあ、一つ一つうちは、ね、頭下げて、前見つ取ってというような野球をやっていこうと思っています。